今医者が終わったところだけど。聞いたことあります。はいはい。どうやってしていますか。どうやってしていますか。いや友達から聞いて。友達はモルモン教会に入っていますか。昔は入ってたけど今はね会ってないからわからない。友達の名前は何です。何でしょうか。多分は、していると思う。いや山本くんっていうんだけど、下の名前は覚えてないんだよ。ああ、私は日本人の下の名前はちょっと覚えることはちょっと難しいと思いますけど、本当に、はい、その山本は聞いたことが今あると思う。そうですね。本当に私たちにとって特別な教会ですね。私たちはそういうふうに自発的に日本に来て、そしてちょっと大学とか仕事を休憩しとって、そしてボランティアとして活動をやっています。本当に私たちにとってイエス・キリストという人の仕事として、本当にもっと幸せな人になれると信じています。その教えは私たちの人生を変えたので、その同じ機会、皆さんに差し上げたいと思います。もしよかったら、別の時に私たちがイエス・キリストのことについてもっとお話もよろしいですか？いや、ちょっとそこまではまだね、行かないと思うんだけど、行かない時間。わかりました。何か宗教やっていますか？仏教は本光寺知ってるかな？鷲津にあるんだけど、大きいお寺あるんだけど。どのぐらいその宗教やっていますか？これずっと子供の頃からだけど。悟りとかなんとかいうのあるけどね、悟りまではいかないから。ブッダがインドでこれを起こして、それでブッダ伝わってきたという話なんか聞いたことありますけどね。